引き引いた。三等のおつまみセット欲しかったのに、特賞の旅行当たっちゃった。みんなで温泉旅行に行くことになった。チケットは持ったと。みかん、いいね。電車の中では静かに。分かってます。お母さん、ホテルに着いたらみかんはどうする？大丈夫、みかんと私でいい方法を考えたのね。えみかん。うん、完璧な方法だわ。みかん、はしゃぎすぎて迷子になんかなるなよ。俺はトムとは違うのじゃ。ふん、僕が迷子になんかなるわけないだろ。小学校5年生だぞ。まあ二人とも気をつけてね。了解。それじゃ諸君、出かけよう。用意はいいね。鍵よし、日の本よし、よし、みかんよし。ん？みかん？ん？あ？どうもどうも、慣れてないもんで。あ、そうそう、トム忘れないでよ。電車の中見せてくれる約束。わかってるよ。それじゃあ、みかんよし。あー、先生した。やっぱ狭いとこはやーね。本当に騒ぐなよ、喋るなよ。そうしないと車内探検は中止だからね。うん。新幹線探検隊、行ってきます。猫連れていいな。おとなしい猫ね、ほんとお利口。ちょっと優越感あったりして。だからそうなの。やだ。ばっかだった。何見てたんだよお前は。でもその通りじゃないか。おつまみはいかがですか？コーヒーにジュース、サンドイッチ、おつまみはいかがですか？あ、すいません、コーヒー2つとコーラ1つ、あ、それにホタテのおつまみをください。はい、ありがとうございます。全部で1680円になります。ホタテの燻製って高いのよね。ほら、みかん。お菓子なら買ってあったんですよ。ま、子供ってのはいくらあっても欲しがるもんだ。え？それにほら、好きなものを与えておけばおとなしくしてるだろ。そうですね。うん、どうしたの？喉に疲れた？みかん、大丈夫？トイレだって。トムの幼稚園以来だな、こういうのって。砂かけしたかった。まだ眠ってる？初めて電車に乗ったから興奮したのね。よく眠ってたわね。
乗り換えたのも気がつかなかったでしょう。何か匂いがする。匂い？もしかして塩の匂いじゃないか。もうすぐだってさ、海の湯温泉。やっぱりここからタクシーだな。なんだい、ジロジロ見て。なんだ坊主、温泉か。あにゃ、風呂は嫌いだ。魚食いに来ただけだい。ああ、海の湯温泉の猫親分になんて口聞くんだおめ。それがどうしたってんだい。みかん、行くよ。あ、勝手にフラフラしちゃダメだよ。迷子になっても知らないぞ。あかんべぃ。よし、行くぞ。いらっしゃいませ。ご予約の草薙様、4名様でいらっしゃいますね。そう、4人です。4名様は赤ちゃんも含めてですか。そうですが、何か。いえ、当ホテルでは赤ちゃん用のお献立も用意しておりますので、そちらにいたしましょうか。いえ、普通のでいいです。かなり量がございますよ。ママいっぱい。この子も食べられるんです。あの、普通に4人分お願いします。かしこまりました。それではこれがキーでございます。お部屋は5階になっております。あ、どうも。ごゆっくりおくつろぎください。はあ、俺なかなか可愛い赤ちゃんでしょ。どこが。あ、トム見てごらん、大きな水たまりがあるよ。大きいな、いっぱい雨が降ったんだな。みかん、これが海なんだよ。あっちからこっちまで、もっとずっと向こうまで、全部海なんだ。海、よかったね、みんなで来れて。うん、海、ここには魚がいるんだね。やった、宴会だ。宴会は夜ね。まずは海の湯温泉の街をぶらついてみよう。ずいぶん土産物屋があるね。俺見たい。ももじや黒ぶちたちにお土産買ってくって約束したの。そうね、どんなものがいいか見ておきましょうか。ご近所へは何がいいかしら。温泉に来たからには温泉まんじゅうだろう。でも温泉せんべいってのも捨てがたいな。お母さん、俺おつまみセットね。友達には絶対これだから。はいはい、僕も友達のお土産見てくる。好きかもしんない。あ、これも似合いそうだな。ん？あっちの方がいろいろありそう。じゃあリボンをつけておきましょうね。どこ行ったのかしら。あっちかな。店が多いから見に行ったのかもしれない。
行ったのかな。あなた、どうしましょう。トム迷子になっちゃったんだわ。大丈夫だよ。ホテルの名前を書いたカードを持ってるから。でも。もう一回り探してくるから、お母さんとみかんは先にホテルに帰ってなさい。俺も探す。みかん。一度ホテルに電話して。あれあれあれ、確かホテルのカードをもらったのに。ない。落としたのかな。なんていうホテルだっけ。なんだ、なんがヨガ。どうもどうも、ほんのお近づきの印。なんでこんな魚。こっつは毎日新鮮な魚食ってんだ。都会もんはこれだから。あ、そうよね、忘れてた。親分に折り入って頼みがあるんすけど。ん？おお、一肌脱いでくださる。さすがは親分、貫禄が違う。ああ、何？おめえの飼い主が行方不明だ。ちょっと目を離した隙に。これだから人間ってやつはよ、世話が焼けるんでさ。ほっときやしょ、こんなやつ。親分、おかしいな、ここ通ったみたい。きっと心配してるな。誰か来ないかな。道を教えてもらわなくちゃ。心配してるよ、早く帰ろう。あ、そうだ、町のみんなにお世話になったのよ。坊主、いい旅しなよ。みかんに散々注意しておいて、自分が迷子になるなんてダメじゃないか。立場ない。今度から気をつけてね。うん。ねえ、もういいじゃん、だってもう夜でしょ。そうよ、夜は宴会って言ったじゃんね、宴会。そうだったな、いろいろあったけど、そろそろ始めようか。やったー。にゃおー、気絶するなよ。しない。それじゃあみんなで乾杯しよう。みかんと草薙家のために乾杯。乾杯。僕お腹いっぱい。お母さんも。本当に
よく食べたな。くったくった、お腹苦しい。まあ、お母さん。ん？どうしたの？痛いの。え？お腹痛いよ。あ、どうしたの？大変なの。みかんがお腹壊したみたい。え？大丈夫か、みかん。持ち合わせの胃腸薬を少し飲ませたんだけど。ルフィ、トイレ。みかんは観光は無理ね。せっかくだからトムとお父さんで行ってきて。私、みかんとお留守番してる。観光船にでも乗るか。みかん、明日は治るかな。大丈夫だよ。ねえお父さん、みかんが来る前って僕ん家こんなに静かだったっけ。うん、みかんが来る前はこんなだったかな。トムが結構騒いでいた気もするけど、みかんがいなかった頃か。お父さん、やっぱり帰ろう。僕が迷子になった時もあいつ一生懸命探してくれた。また来ような。え？でも今度はもっと手近なところがいいね。そうだ、車で。猫トイレも積んで。うん。から君が
達ボタン。飼い主の弥生ちゃんにボーイフレンドができちゃって大ショック。この次のお話は、なめんなよ、あんなやつ大嫌い、嫉妬に狂った猫は怖いぞ、グイーン。